ってくれた、私を叱ってくれた、ひらちゃん。毎日作ってくれた優しいお弁当の味、教えてくれたお手玉、今でも覚えてる。ありがとう、この気持ちが伝えきれなくて、ほんの少しでいいから、声聞こえてますか、届いてますか、あの弁当をもう一度、もう一度だけでも食べたいな。アイロン当てたり、お花に水やり、ひいじいちゃんの口を嬉しそうに話す、しらしらニコニコ顔と左手の指は、私もう100歳まで頑張らなあかんな、口癖だったの言葉、もう少しだったのに、ありがとう、この気持ちが伝えきれなくて、ほんの少しでいいから、声聞こえてますか、届いてますか、あの弁当をもう一度、もう一度だけでも食べたいな。今会いたくて、抱きしめて欲しくて、あれなんでだろう、私弱ってるのかな。会えるなら次は私が支えてあげて、私の作る ありがとうございました。